皆さんこんにちは、スタンピンアップジャパン公認デモンストレーターのウェラード里美です。この Let's make a car の、ビデオではこちらのシャドーボックスの作り方をご紹介したいと思います。シャドーボックスいろんなタイプありますが、こちらの寸法と、デザインは私オリジナルのレシピとなります。そしてこんな風に畳むこともできるので、郵送することもできるんですよ。見てください、可愛くないですか。使ったスタンプセット、ハートハピネス、オケーションカタログから新しく出たものですね。そしてこちらの文字の部分はですね、こちら、通年カタログでおなじみのソートフルバナーズを使いました。そしてカードストック、それからウィンドウシート、このステッカーはもう、ペインテッドラブゴールドバイナルステッカーズですね。ハートハピネススイートの中での製品です。そしてこちらのデザイナーシリーズペーパーをですね、はい、オケーションカタログのハートハピネスのこちらを使っています。そしてゴールド、ミニ、ティンセルトリム、ここについてるこれを使っていますよ。台はですね、今回は、通年カタログに載ってるスイート&サッシーフレームイッツ、こちらのハート、いろんなサイズがあるんですけども、これをですね、使っています。 1,2,3 サイズ使っています。スタンプはメロンマンボウ、そしてパウダーピンク、インクパッドですね。メロンマンボウ、そしてパウダーピンク。それからですね、ここ実はゴールドエンボスしているので、他にバーサマークと、それからゴールドエンボス、パウダー、そしてヒート、ツールが必要になります。では、今回の作り方からご紹介します。今ですね、お手元に A5 サイズを用意していただいていると思いますけれども、こちら21センチとなっています。この21センチ側をスタンピントリマーのこちら側のメジャーですね、2センチのところに合わせていただいて、スコアリングしていきます。上から下までスコアリングします。次にこれを1センチのところですね、ここです、1センチのところに合わせて、スコアリングしていきます。そうすると今こちらに1センチ1センチのスコアリングラインがつきました。同じことをくるっとひっくり返して反対側もします。まず最初2センチのところに合わせます。次1センチのところに合わせます。はい、こんな感じで両端1センチずつスコアリングできました。次にこちら、くるっと回していただいて14.、ごめんなさい、こちら21センチですね。こちらを上にしていただいて 10.5 センチのところでカットしていくことになります。そうすると同じものが、はい、2枚できました。要はですね、もうこれが本体なんですね。この後ここに大カットをしていってで、スコアリングをしていくともうできちゃうんですよ。簡単ですよね。はい、本体が、出来上がりましたので、次々組み立てていくことにします。その前に、サイズをご紹介したいと思います。まずですね、デザイナーシリーズペーパー、こんな風に、表面に本体の、表紙の方に貼るんですけれども、4センチ 10.8 センチとなります。そしてウィンドウシート、これ真ん中に挟まるんですけれども、これが3センチ、そして 12.5 センチとなります。最初はブログの方にもまた改めて書いておきますね。そしてすでに、ゴールドエンボスしたものを、スイート&サッシーのコーディネートした台でカットしてあります。こちらはですね、スタンプ自体は2つのスタンプなんですけれども、ちゃんと真ん中に組み合わせて、貼ることが、収まることができるので、一緒に、スタンプして、さらにゴールドエンボスしておきました。そしてウィンドウシートの部分には、このですね、ステッカー、ゴールドステッカーのこのラブの文字をこんな風に貼っていくことに。
せのコツをちょっとご紹介したいと思います。こんな風にスティック、ティアンドテープを両側に貼ってるんですけれども、一部分だけをこんな風に剥がして、で、まあ、片方をまずこんな風に貼り合わせます。そして、もう一方を貼るときですね。これをこんな風に、ちょっとこう、平らにしていただいた状態で、まず、ここはちょっとだけ空いてますよね。その反対側はくっつきません。なので、平らにしていただいた状態で、こんな風に2つを合わせて、でこんな感じです。2つを合わせて、シャドーボックスカード、最後この部分にですね、このティンセルトリムをこんな風に渡して、グルードットで留めてみました。中にウィンドウシートでこんな風に中渡しをすることで、さらに奥行きがね、できて、文字がほら浮いてるような感じに見えますよね。こちらのシャドーボックスの作り方、楽しんでいただけましたでしょうか。他にもですね、たくさんビデオをね、作ってます。これからもどんどん新しい作り方ビデオができますので、ぜひ、私のチャンネルをサブスクライブしてみてください。 Thanks for watching. Happy crafting.